スタンバイしてあるということで、このままお楽しみいただくということになりますけども、まずはではここからいきましょうか。ここマストなんでね、9月に入ってからこのコーナーでは、景品付きのクイズ大会を実施させていただいています。で、このクイズはお子さんを中心に当てていこうと思うんですけど、お子さんいねえじゃん、一人もいない。あ、来た、帰り帰り、すげえな、これ手当てたらおむすと彼女になるねそっか、まあいいか、じゃあまずクイズやっていきましょうか。はい、やりましょう。正解した方にプレゼントがあります。プレゼントは何でしょうか。はい、これがなくっちゃでおなじみのカツメイ茶の6本セットをプレゼントします。カツメイ茶は選手の三塁打賞としてご提供いただいていますが、6本セットを持ち帰りいただくのは大変なので郵送させていただきますので、今日はそのハガキを差し上げます。こちらでございます。はい、はい、カツメイ茶って言った途端またって言いませんでしたねその後カガハツ入れると欲しいってねフォローまでしていただいてありがとうございます。さあ、ではこれも確実にこの子なのかな、あ、お子さん他にもいるわ。お子さんいたらぜひね、あ、本当だ、積極的に手を挙げてください。その方を、めがけて指名していきます。では、今日の問題をお願いします。はい、問題です。本日のドラゴンズの予告先発投手は誰でしょう。1番が1番吉見投手、はい、2番岩田投手、3番雄大投手。さあ、どうでしょう。どうぞ手を挙げてください。あ、大きなお子さんもいらっしゃいますね、いいかな、男の子、行きましょうか。じゃあ彼、大きな声で1番って言ってください。どうぞ。1番吉見投手。本当に正解、おめでとう。よかったね、おめでとうございます。あのね、ユニフォームかっこいいですね、かわいい、うん、お父さん野球教室なんだ。あ、そうですか、そうですか、いつもお世話になってます、ありがとうございます。さあ、今ね、あえて入れましたけど、2番岩田投手ね、皆さんご承知の通り今日どこかで投げるとのことです。そして河合投手、雄大投手ですね、明日どこかで投げるとのことですので、ぜひ皆さん温かくね、お見送りしたいですよね。ぜひ皆さん熱い応援をよろしくお願いします、はい、さてさて、そんなクイズを終えたところで、はい、ちょっと時間があるので雑談入れていきましょうか。はい、はい、雑談、皆さん今から名古屋ドームの中に入ると、あのビールの振り子さんっていうじゃないですかね、はい、よくビール飲まれる方いらっしゃいます、球場内で。あ、いつも売り上げに貢献いただきありがとうございますビール好きそうですもんね、何杯ぐらい飲むんでしょうね。そんなビールの売り子さんたちが、はい、実はこの間僕がね、出演している番組ボイドラスタジアムにゲストで来てくれたんです。年間でも売り上げ結構上位、優秀な子たちが来てくれたんですけども、まずね、驚きなのが、あの背負ってるでしょ、樽、はいはいはい、あれ何キロぐらいだと思います。5キロ。結構軽いね。あ、もっと重いですか。もっと重い、大人っぽい。10キロ。18キロ。え、本当ですか。結構実は重いんですって。
そうだからね、例えばこういう状態で背負って18キロ上げるってすごい大変なんですよ。え、大変そう。想像つかないでしょ、はい、だからまずあの人たちすごい体力があるんですよね。お客さんの前でビールを注ぐとき必ずこうするでしょ。はい、だから18キロ 膝とか真っ黒になってますもんね。そうそう、あのね、膝当てしてる女の子もいるよ。あ、そうなんですか。そう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 、その辺もぜひ注目いただきたいと思います。で、このビールの売り子さん、ゲストで来てくれたのが、深田さんと深川さんって方なんですけども、ともにふか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 で、奇遇なことに下のお名前がね、2人ともはるかさんだ。ふかふかはるかです。そう、ふかふかはるか今日もスタンドにあのいらっしゃるそうなんで、まあ、もちろんね、いろんな売り子さんいらっしゃるんでね、お好みの方でお買い求めいただければいいと思うんですけども、ぜひこの深田さん、深川さんにもご注目いただければと思います。はい、ちなみにそんなビールの売り子さんというには、はい、はい、売り上げが上がれば上がるほど何が変わると思いますか。何かが変わるんですか。何かが変わる、はい、お給料とかじゃないですか。あ、そう、多少ね、そういう多少じゃないけど具合のところもあるらしい。へえ、もう何が変わるか。服が変わる。服、服近い。え、近いです。もう一声。帽子。ブブー。はい、はい、ですね、ブブー。メーカー。メーカー、ブランドを選べるみたいなところがあるらしいです。そうなんですね、はい、あえてどこのメーカーとか言いませんけども、うん、お好きなね、ビールもいろいろあるでしょ。ありますね、うん、そうそう、そういうことも選べるんだそうです。そうなんだ、はい、その辺も含めてぜひ皆さんお楽しみいただければと思います。はい、さあ、小ネタを挟んだところで、はい、ちょっとリッキーもさ、はい、ちょっと近況を聞かせていただこうかな。近況ですか。うん、だって久しぶりでしょ。そうですね、うん、何について話したらいいですか。髪型は、はい、あの皆さん結構いじっていただくんですよ、長谷川さんに。それで結構この前髪上げてるのがいいって言われたんで、今日最後の DD なんで上げてきました。ああ、僕好みの髪型に作れるわけだ。はい、どうですか。いや、改めていいね。あ、いいですか。あイエーイ、上げてるもんだスーパーフライフライだそうです。そうです、これするとフライフライ。いつも以上に今日のダンスはね、はい、飛んじゃいましょうか。飛びましょうか。そうですね、はい、高く OK いただければと思います。嬉しいですよね、そういったことをね、気にかけてもらってるだけでも本当に嬉しいです。さあさあ、ではこのコーナーも気にかけていただきたい。はい、ちなみに先ほどドラゴンズ先発投手は吉見投手でしたが、はい、相手の先発投手、今日ご存知ですか。タイガースはメッセンジャー投手です。はい、というわけでこちらでいきますね。いつものやつですか。いつものやつですけど、はい、最終戦、はい、ペヤング、ペヤング、ペヤングの焼きそばです。はい、何のこっちゃでしょ。はい、全くさっぱりです。あ、そうでしょ。はい思いますね結構ちょっと考えたんですけど、全然わかんないんで、ね、はい、あの、リッキーに、ヘイ、ランディ、それはどうやって食べるんだいって僕に聞いてもらっていいですか。ヘイ、ランディ、ランディ、ランディメッセンジャー、ヘイ、ランディ、ヘイ、ランディ、それはどうやって食べるんだい。ユッセンジュ。あー、はいはい、そういうことですね。いいけど、もう今日ね、ほんとこれでいいの。ただ、今日は僕の名誉回復のために、はい、お蔵入りした一番すごいやつ。もう一個。実は、いや、ほんとにね、これね、どうやらベイスターズが恐れたんだろうね、はい、俺のことベイスターズが恐れた。恐れた、そう、あの、こんな対策があったのか。はい、で、きっとね、あれは7月だったか8月だったかあたりに、ね、登板を回避したと思うんです。それが何かというと、ちょっと話して、はい、持ちましょうか。いいですか。これすごいよ。バスコース、モスコースモスコースに対してバスコースこれね、酵素浴剤って言って、まあ、拍手が曲がらすぎますねそんな遅いテンポの拍手聞いたことない。すごいでしょ、これ、うん、これって本当すごいですよ。バスコースでバスコースだ。バスコースって何ですか。バスコース、要は風呂に入れるんだよ、これ入浴剤みたいなもの。もう食べ物じゃないですね。あ、もう俺食べるの言ってないもん。あ、そうです、うん、そうそう、これでお風呂入って、もう赤落としまくってダメっていうことやってやろうと思ったんだけど、モスコーソ投手はあの選抜してくれなかったこれね、もう見つけた時にね、もう結構高かった。あ、もらったんだ、もらったんだもう先に入手しといた僕が出てるモエドラスタジアムの、ね、番組の、アシスタントやってくれてる森美久が、長谷川さん、いいのありましたよ、いいのありましたよすごい、事前に仕込んでくれた、うん、ね、これね、お蔵入りしちゃったよ
最後発表できてよかった。これせっかくなんで誰か差し上げましょうかね。バス構想いらないね。はい。あ、手あげてた。本当に欲しい。あ、あ、俺のことを永遠に言ってくれた。永遠の長谷川さん、欲しいの方に永遠まで言ってもらったら差し上げますよ。いや、嬉しいな。おめでとうございます。おめでとうございます。ちょっ永遠の長谷川さん、おしゃれです。改めてありがとうございます。近日中にお風呂入ってくださいね、それでね。はい。そもそも来年残留するかどうかわかんないしね。そうなんですか。うん、そうなんですよ。まあ、そこまでしんみりする話題でもないけどね。ずいぶん心配してくれてる。そうなんですか。はい、さあさあ、あともう一個、じゃあ宣伝だけさせてもらいます。はい、10月2日日曜日なんですけども、あのオアシス21、皆さんご存知ですよね。あの場所でケーブルテレビのお祭りが今年もあります。ケーブルフェスタ2016、そこでまた総合司会をやらせていただくことになっていまして、ありがとうございます。でその場で12時から私の出演している萌え寅スタジアム公開収録を行います。公開収録です。ゲストがドラゴンズ OB の田尾康さん、そして鹿島忠さん、お二方をお招きして、まあ番組というよりもそうですね、イベントに近い感覚でお届けしていきます。当日は野球教室を生でやっちゃおうということで、会場にいらっしゃる方の中からどなたかにステージに上がってもらって、スイング、そしてシャドウピッチングやってもらうことになっているので、よかったらぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。この場で宣伝するようにプロデューサーから強く言われて、この場にやってきました。萌え寅スタジアム10月2日日曜日、オアシス21で公開収録です。ぜひ皆さん足を運んでください。よろしくお願いします。お願いします。あとは、はい、あとはきちんと仕事しましょうか。はい、はい、で, ね、ではですね、ファイナルシリーズに関してもろもろ皆様にお知らせがございます。はい、いよいよ明日が最終戦ですね。名古屋ドームのシーズンゲームの最終戦となります。試合後には選手、コーチが整列してのセレモニーがあります。はい、さらに愛知トヨタクラウンショーがあり、その最後、その後ですね、ドラゴンズファン限定でグラウンドで二次会という企画が用意されているんです。はい、こちらはドラゴンズ外野応援席の方全員が対象と、こちらもドラゴンズファン先着1000名の方に明日1ゲート内野横で参加券を配布します。はい、まあ、二次会っていうとね、あの大体皆さんお分かりいただけるんですかね。まあ、通常やってる飲み会とかとはまたもちろん違うんですが、二次会というのはこの野球界におきましては、当日の勝利チームの応援を、その日の勝利を、さらに分かち合うことが目的だそうです。外野スタンドの応援団を筆頭に、選手別応援歌や応援テーマをみんなで歌ったりして盛り上がるというものです。まあ、もちろんね、ドラゴンズ、タイガース、明日どっちが勝つか分かりませんよね。当然ドラゴンズが勝ってほしいとなっていますけども、だって連勝しないとさ、はい、結構ちょっとやばいよね。はい、1.5 ゲーム差でしたっけ。タイガースファンの方いますか。はい、あ、ちょっと勘弁してくださいよ、本当に。お、いらっしゃるんだね、タイガースファンの方ね。さあ、というわけでどっちが勝つか分からないので、どうなるか、その日の進行変わってきます。ただどっちにしても二次会は実施するとのことです。タイガースが勝利した場合は、タイガースの二次会はお客様がグラウンドに入場する時間に実施していただきます。タイガースファンの方には勝利の場合はセレモニー終了までお待ちいただくということになりますので、待たない、まだ現時点で首振らないでも、ね、もし、あ、明日来るか分かんないね。今日だけです。今日だけ、あー、そっか、今日帰っちゃう。はい、あー、そうでしたか。わざわざはるばる関西からお越し。関西です。あー、そうなんだ、ありがとうございます、ね、いらっしゃいませ。でも勝ちますよ、はい。さあ、そしてその後、ここからの D ステージですね、教えてください。はい、はい、今日の D ステージはその後、ババアツフミスペシャルライブ。そうそうそう、津軽三味線のね、あーすげえ、あの方だ。俺プロフィールをホームページ見たんだけどさ、180センチ以上あるの。あ、そうなんですか。見てごらん、めちゃくちゃスタイルいいよね。あの方ですね。高いですね。あの方ですね。あ、見えない、あ、
見えないようにしてる見えてますもん完全に、現時点で頭部だけでも見えてますけどもね、バカカツミさんのスペシャルライブです、はい、津軽三味線ならではの迫力ある演奏だけでなく繊細なメロディーを甘く優しい音色で聴かせる津軽三味線界の貴公子いらっしゃるとのことです、伝統的な津軽三味線だけでなく見ていただいた通りパーカッションピアノを交えたセッションにも積極的に取り組んでいるとのことです。ぜひ皆さんも楽しみにしてください。そして、はい、そしてマスコットミニショーを挟んでトリッキーファイスペシャルライブも行います。名古屋、はい、名古屋市東区のライブハウスにて演奏されていますバンドグループですが、はい、ドラゴンズのファイナルシリーズ2016勝利のために70年代80年代の明るいナンバーアップテンポなナンバーを元気に演奏するとのことですのでご応募期待です。そして楽器の撤収作業撤収時間を利用して再び DD 失得情報その後はOB トークショープラスということで本日のゲスト OB さん、はい、OB そうです今日は彦野俊勝さん、はい、お招きしてここでねトークショーを行いますのでね、はい、で皆さんその時も引き続きいいステージ楽しんでいただければと思います。今日2時間半ちょっと長いんでね、見ていただいた通り、まあ、曇りですので一時ほどねその熱中症ということに敏感になる必要ないと思うんですが実はちょっと前まで雷注意報が、今日一番のリアクションですね。ちょっと前まで出てたらしいです。よって雷が、ね、出てきた場合はステージを中断させていただくこともございますのでそのあたりだけはどうぞご了承くださいね、はい、まあ、大丈夫だと思うんだけどね皆さん願っておいてください。そして D ステージの最後はチアドラゴンズマスコットによるリングスターズパーティー2016、はい、今日もたっぷりお届けしていきます。はい、もうでも気がついたら D ステージまだ2回だよ。寂しい。もうそう思うだけでちょっとうるっとくるもん。はあ、あもうなんか結構最近もうダメです。最近ダメなの？うるうるです。あなんか昨日とかも最後の練習があったんですけど、うん、はいはい、もうなんか最後だなとか思うと、うん、来ちゃいますよね。あそういうもんなの。はい、もともと涙もろい。結構なんかみゆさん分かります？あのメンバーのみゆさんがあの泣くんですよ。涙もろくてもうそれにつられすぐ泣いちゃうですね。先生先生も一緒につられて一緒に泣いちゃう。あそうなの。タッキーが一番泣き早いんだ。泣くの結構早いです。へえ、そうなんです。皆さんね今日のステージとかでもなんかその順番たどって見てるよきっと。いや今日頑張ろうって言ってきました、みゆさん。でも昨日の練習の帰りに、もう明日は泣かない、明日は絶対もう大丈夫とか今日は泣かないって気持ちで踊るから、また今日もきっと泣く、うん、泣かないですよ、私明日も泣かないですよ本当に、はい、タッキーリッキーうちでしょ、順番で泣くのを皆さんね、ぜひお楽しみいただければと思います。最後の最後まで全力パフォーマンス、はい、頑張ります。はい、お願いします。よろしくお願いします。さあというわけで名古屋ドームの試合残りあと2試合となってきましたファイナルシリーズ、はい、最後タイガースになんとか連勝させていただいて、まあね最下位よりは絶対5位の方がいいわけですから、はい、最後の最後まで皆さん今日も熱い応援もよろしくお願いします。今日も最高の応援もどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ビリシックの方この時間は今日も魂込めてボロボロコールドラゴンズナビゲーターの津川拓海とアシスタントはツヤドラゴン2016でお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございます。